これは夢？英雄。気持ちよさそうだな。その翼、俺にも。ここは、俺は誰だ？ソルジャーの誇りは手放すな！いらっしゃいませ！地下で鬼人のごとく暴れている人間がいるだって。やれやれ、急に地下でいろいろなことが起きているようだな。戻ってきたバハムートも居座ってしまったようだし、しかも今はビビも留守。一人じゃ心もとないな。魔鋼だっけ？随分とそのエネルギーの密度が濃いみたいね。もうベタネットリーっとするくらいなのです。これもバハムートのせいなのです。多分このエネルギーが居心地いいんでしょうね。ディアバビロは昔から大食いだし。今ミラージュたちは君が引き継いでいるんだろう。しっかり頼むよ。何これ、すごいな。放っておけば地下の機械たちを一掃してくれそうだ。エドガーたちも一掃される勢いなのです。それは困る。しかし本当にこれを人がやったっていうのか。そのようだな。どれも剣で切られているようだ。いやー、来てくれて本当に助かったよ。女性たちだけ呼びつけるのは気が引けてね。君たちにはこの間の借りがあるからね。それでその後ご婦人の病は治ったのかい？ご婦人？いや、月下美人は。この男が。様子が変なのです。まさか魔鋼中毒か。俺はあいつを守るんだ。あいつ？よっしゃ、始めるぜ。戦闘開始。はい。
掘り出したりしない。なんてやつだ。あの剣とあの服、シンラのソルジャーなの？それもクラスファーストだろうな。クラウドと同等の強さか。クラウド、もしかしてクラウドと知り合いなら、私たちはクラウド、俺はお前を放り出したりはしない。友達だろ。ドハツ天を突くわ。なんだ。気持ちよく寝てたのに騒がしくするから目が覚めちゃって、うがーってどこかにって感じなのです。てやバビロらしいわ。あの男はバハムードが連れてっちゃったみたいなのです。どうするです？いや、どうすると言われても、え？
そうね。クラウドの知り合いかもしれないし、私の方で探してみるわ。はあ。